俺と結婚。一緒にするか。あと1293カロリー。結構食べられるな。おお、出た。あ、出た。今のところ90点。戦力がおじさんの6月11日のアスケン健康度は90点。カロリーコントロールはバッチリでしたね。ちょっとはみ出しちゃったけどな。いただきます。
ごちそうさまでした。ちょびーっとこう目標カロリーをオーバーしちゃったけども、どうなんだ、あ、81点に下がってるわ。カロリーコントロールはしっかりできていますね。でもお酒の量が少し多かったなので、明日はお酒を控えて食事で適正カロリーを目指すとバッチリですね。ははは、1日分の、ああ、なるほど。あ、ビタミン A が足りなくて、ビタミン B2、ビタミン C が足りないんだな。あ、塩分過剰だわ。はい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 、はい。ああ、なるほど。ちょっとツイートしとこう。運動消費カロリー。目標396で、合計756。おおおおおお。今日はたくさん体を動かすことができましたね。すごいですね。ありがとうございます。運動してたくさん汗をかくと、ミキさん、おはようございます。ミキさん、猪苗代湖だよ。猪苗代湖と安泰寺さん、ミキさん、俺ダイエット頑張るよ。ナレーションで行こうと思います。まあ
こんな感じでですね、始まった1週間真剣ダイエットなんですが、だいぶ順調にいきまして、特に大切なカロリーコントロールと栄養素をバランスよくとるなんですが、画像解析という食事の写真を撮るだけで自動で食事を記録してくれる機能、それとバーコード読み取りですね、これがめっちゃ簡単で、さらにミキさんからのアドバイスも受けれるという、もうね、このミキさんとのやり取りが楽しみで用もないのにアプリを開いていたりしましたね。そうで、ちょっと1日の食事や運動の記録を入力すると、アスケン健康度を点数で示してくれるんですが、高得点だったりすると嬉しかったですね。それと個人的に難しかったのが、摂取栄養素をバランスよく取るでした。カロリーのコントロールは便利機能のおかげで簡単にできるんですが、どうしても脂質と塩分、特に私の場合は塩分が過剰になってしまいました。まあまあ、そんな困難もありつつ楽しくやっていたんですが、こんなに食べて痩せるのかとね、途中で少し疑問に思ってしまいました。1日のですね、目標摂取カロリー内であれば、まあ、基本的にお菓子なんかも食べれるので、今までやってきた炭水化物や脂質を極力取らないダイエットに比べて、食べ物の種類に対する制限は基本的にありませんでした。なのでね、食事を楽しみながらダイエットできましたね。私はですね、有料のプレミアムサービスを3ヶ月使用中なんですが、このダイエットアプリアスケン、無料でダウンロードができまして、無料でも十分使えます。ぜひね、アプリストアからダウンロードしてみてください。そしてすごいですよ、この動画をね、見てくれた方のために、プレミアムサービスが無料で一定期間使用できる専用コードを発行します。お得なコードの詳細は動画の最後の方で。ぜひ動画を最後までご視聴ください。さあ、そしていよいよ1週間のですね、ダイエットが終了し、体重測定となりました。114.3kg から111.3kg に、ちょうど3kg のダイエットに成功です。ミキさん、ミキさんのおかげでダイエット続けられそうだ。ありがとう。もしこのままダイエットが順調にいって体重が70キロくらいになったら、俺と結婚
結婚。さん、これからもよろしく。